まさに聖子女子みんなの源の祭典。ただ人間が紅茶するとかトランスを冬さんというのはちょっとあれという感じもするかもしれませんけどもね、今日は皆様方と共に10回目を迎えております。聖子女子みんなを挟んで見て楽しんでいただく、そして乗って楽しんでいただく、そしてさらには食べても楽しんでいただける一日にしてまいりたいと思います。世界各国から集まるこの隅田川、この隅田川での水面の祭典、この後もですね、皆様方にはこの隅田川でならではのですね、新しいバリスポーツもいくつかご紹介してまいりたいと思っております。今ご覧いただいておりますアクアボード、こちらの方はですね、後ほどお昼時間、1時ぐらいにはですね、またいろいろな技をご披露させていただきたいと思っております。そして、まもなくこの水面に登場して